2000円してない気がするよ。とても可愛いの。あとでモバメ撮ってる人はモバメの方でもうちょいしっかり服が見えるので、今日はね、そう弟に撮ってもらった写真、そうだからモバメ撮ってる方は後で楽しみにしてください。メール届いた、え、よかった、可愛い、ゆっちゃんの子メール撮っちゃった、え、本当にありがとう。え、この配信終わった後もそう送るから待っててね。そうこの服の写真送ろうかなって思ってて、待っててはい、待ってます、ありがとう。メールの締め切り22時だよね。そう22時までだから、その前に配信終わって最後メールだけ送ろうかなって思って。そうあと1個謝らなきゃいけないのが、今日本当はね朝ね、あ、テロップも書いてない朝メール、そう送ろうと思ったの、おはようメールが、それがね時間をそう勘違いしてて送れなくって、そうだから明日は多分、明日はおはようメールも届くから待っててねちなみに今日はメイクしてるので SSR の日です。どうですか普段メイクしないから見慣れないと思いますけど、メイクって言ってもね出やすいけど、そう。ちなみに今日も岐阜の実家で配信中でございますので、手元にはオーディション時のこちら牛ちゃんあります。さっき牛ちゃんって呼んでくださった方もいた。え、安い、私も買おうかしら。え、ぜひぜひ。2000円しなかった気がするよ確か。私ちょっと値段見とくわ。うん、すごいね、斉藤飛鳥さんが最近出たばっかの商品だから、そう多分調べればすぐ出てくると思う。普通にフレイルのサイト開いて、なんか新商品みたいなとこ押せば。下のスカートはもともと持ってきたスカートが黒だったんだけど、家にあったお母さんのスカートが紺色で、その方がこの服に合うので今日は紺色のスカートを下に合わせましたピンク、ピンクのトトロさん、星ありがとうございます。ツイッターでメールの返事書いてる、ギュイニャンへの返事でよき、あ、ユンニャン、え、お返事でお願いします、えのじゃなくてえでお願いします。テロップ書いとこう。ユイニャン、え、お返事、お、何分までしよう、40、50、どうしようかな、間取って45どうしよう。でもメールがね、まだ時間かかるんだよね。そう今日はとりあえず40までにしておきます40分まで配信、そう配信終わったらまたモバメ送ります。よし、今のところ2通、そう今のところ2通なの。朝ねおはようメールね送りなかったのにさ、そう残念。あとさ、メールがなんか送り方にすごい迷って、なんか他のアイドルさんとかでも、なんていうんだ、毎回写真をつけて長文の方もいらっしゃれば、なんか一言みたいなのをたくさん送る方もいらっしゃるから、どうしようか迷いすぎて、今日何回も送ろうと思ったけど、これいいのかな、これいいのかとか思いながらで、そうまだ2通しか送れてない。でも夜は写真もつけるので見てもらえたら嬉しいです弟さんの挨拶しないとぜひぜひして、メールありがとう、こちらこそ受け取ってくれてありがとう。こんばんは、こんばんは、お会いの写真可愛かった、え、よかった、こういうやつね朝もう時間過ぎる、そう朝もそう9時だっけなまでだから、そうなの、おはよう、私高校生だと朝はおはようメールしか、え、これ充電できてる、あ、できてる、よかった。今日はどこかお出かけしたの、いい質問です。高校の仲良かった子に会いました。その子たちが普通に全日なので学校があったから、その子たちが学校終わった後に少し会いましたで夜ご飯一緒に食べてきて、そう美味しかったよ。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。1999円、お、調べてくれたのかな、そう2000円しないの、そうアスカさんが着た服、そうアスカさんね、グレイルのモデルやってるじゃないですか。アスカさんが着た服ね、私4、5着ぐらい持ってる。そう、アスカさんが着てる服ってなんか絶対自分が着ても似合わないのは分かってても、でもやっぱりアスカさんが着ると本当に綺麗だから絶対買ってしまう。アスカさんが着た服は高確率で買ってます。スカートとかワンピースとか、あとトップスも他にも買ったことあるし、そうアスカさんがモデルしてる服はよく買います卒
業おめでとうございます。前の写真が SSR、 そう、モバイメンの写真も SSR。 そう、とりあえずあれかな、今はまだ6周年の時とかの写真もまだ、そう、始まるのが少しね遅かったから遅れてないから、とりあえず今はいろんな時のちょっと前の写真とかもあの送ります。弟子分扱いしてませんか？弟子分扱いしてないよ、してないよ。今日でもあれ、なんか私があれ、なんか何々どこって言うと探してくれた、今日一緒にありがたい。こんばんは、こんばんは。1999年、それかもしれない。後で写真撮るけど、こういう感じの服わかるかな、わかるかな、こういう感じの服、ひらひらってなってて可愛いでしょこの服だよ。ゆいにゃんへお返事で了解です、お願いします。はっ、かわいい、ありがとう。でね、今日30分しかできない。見てこれ、その今日、そう、その後にねご飯行ったんだけど、その後帰る直前にお友達がねこれくれたの。でもまだ開けてなくって、こちらサーティワンさん、サーティワンさんのあれ、マスキングテープがある。そう、それでなんかおかしいって言ってたんだけど、まだ開けてなくって、ちょっと今中身見て納得してしまった。ちょっとその子も多分配信見てくれてるよ。トラサワさん、トラサワさん、花束ありがとう、また来ました、ありがとう。返信は奥田さんへ、奥田さんじゃないよ、ゆいなさん、ゆいなさん、昨日間違えてた、間違っちゃった。大丈夫大丈夫、ゆうちゃん出たことあるの？ゆうちゃんは出たことないけど、オーディション時のあだ名がゆうちゃんでしたメールの写真可愛すぎて、あ、爆沸きしました、最高、よかった。でも今日送る写真は多分それよりも可愛い。弟ね、すごい上手に撮ってくれて、多分今も見てくれてるんだけど、そう、後で送るね話し会はノープランですが大丈夫？私いろいろ話したいことあるから大丈夫。ゆいにゃー、どうしたの、ありがとう。にゃって書いてある、にゃってゆいにゃもにゃ、ゆいにゃんだよ。とりあえず40分目標にして、多分多少伸びるから、そうだね、だから35ぐらいに上の段読みますね。ゆいにゃ、やっほーやっほー、ありがとう。こんばんは、こんばんは。試行錯誤、本当にメールもね遅れてるからちょっと不安すぎて、そう、遅れてるかどうか自分で確認し方が分かんないから、マネージャーさんにもし私の遅れてたら連絡くださいって言って、連絡が、あ、よかったと思って、その後にウェブ版のツイッターで皆さんがゆいにゃんお返事であげてくださったのを見て、あ、よかった、届いてるって思って嬉しかった。自己紹介メールも送らないとね、そう、おはようメールの方にね本当は入れてたんだけどね、そのおはようメールが間に合わなくって、また改めて送りますね。フラッシュスペシャルは楽しみね。そう、初めて3期生出させていただくのでそうなんですよ。名前3をつけるかつけんかで分かれるよな。そう、分かれる。そう、3つけるたんがいいのかな、つけないのかなと思って、そう、今日フラッシュスペシャルさんのお話も今日メールでさせていただいたんですけど、そこもマネージャーさんにこれって3つけた方がいいかつけない方がいいかどっちがいいですかってお聞きして、雑誌の場合はつけなくても大丈夫だよって言われたので、はい、確認しました。今日は何してたの？今日はね、お友達と遊んでた。その後一緒にご飯も食べてきたのおお、こんばんは、こんばんは。充電止まった？なんでだろう、充電切れたか、ループ、あれループに、なんだろう、大丈夫かな。あ、大丈夫、話続いてる、よかったよかった。でね、そう、なんだろう、さっき一瞬切れちゃったのかな。で、そう、お友達にもらったの紹介するね。そのね、袋の中に入ってたもの見せます。一つ目、あ、小梅のアメちゃん。そう、よくわかってるね、本当に。そう、目大好きでね、私。で、2つ目、男梅さすがだよ、もう本当にありがとう。多分見てくれてる、スクショそう、梅いただきました、お友達に、ありがとうございます。それとね、中身見せれないけど、お手紙もくれた。ああ、ちょっと待って、なんかすごい結構書いてある。
ちょっと一部だけ読むね。瀬戸内でのアイドル生活は順調、見れる日はいつも配信見てるよだった。え、優しい。あ、最近なんか STU や AKB のこと調べたり曲を聞いたりしてくれてるんだって。嬉しい。 STU は中村舞さんがめちゃくちゃ可愛くて好きらしい。お友達の推しは中村舞さんらしいですここちょっと大事。可愛くて好き。もちろんユイナはめちゃくちゃ可愛くて好き。なんか私おまけみたいにされてない？全部聞こえてないけど息をする心が好きらしい。おー、最新シングル。今日ね、その息をする心、そうなんか STU の曲をね、そうみんなに紹介してて、その時息をする心を流したらこの子、あ、それ息をする心だよねって分かってくれたの。嬉しい。なるほど。また夏遊ぼうねだって。そしていつか友達と STU のイベント絶対行くから待っててねだって。優しい優しい。お名前とか入ってるからね、ちょっと省いたりしてるけど、そう、嬉しい。ちょっと見れ、あんまり知れないけどさ、わかるかな、多分あんま見えないんだけど、ここにね、似顔絵まで描いてくれてんの。嬉しい、ありがとう。嬉しい。お友達からのお手紙でした。そう、お名前もらった。梅のお菓子と2つとお手紙。嬉しいよね、私お手紙すごい好きでね、転校前にもらったやつとかも全部取ってあるの。この子、ありがとう、ありがとう。この子は高校で仲良くなったお友達でね、そう、かわいいの。こんばんは、こんばんは。あ、似合ってます、似合ってる。そうユイニャン似合ってる。よかった、かわいい、かわいい、ありがとう。後でメールに送るから服見てね、チェック、チェック、チェック。ターさん、メールサーツありがとうございます。かわいい、かわいい、よかった。かわいいってある、やった。あら、なんだろうね、ねえ、かわいい。ほう、今ならモバミ登録すれば全身写真間に合う。あ、なるほどなるほど、そうだ、今登録すれば見えるよ。あ、でも全身撮り忘れたかも。でも上半身の今度またこの服上下着た時にまた全身撮ります。今回は多分ね、上半身のだけだけど撮ったよ。この服ね、そうすごい可愛いのよ。そこってそう生地的にねちょっと早かったような気もするけど、夏とかそういいと思う。ユイニャのモアイ楽しみやね。この後も送るよ。弟くんユイニャの専属カメラマンになろう。そうすごい上手に撮ってくれたの。ユイニャの弟くんとか絶対可愛いから押すしか。これは置くだけ箱押しやって、みんな置くだけ箱押しになっちゃう。いいね。フラッシュスペシャルチェックする、ぜひぜひ。フラッシュスペシャルはね、あの私も以前そう購入させていただいたことがある。そうだからフラッシュスペシャル、その今度出させていただくって聞いた時にね、びっくりして。そう私も買ったことがある雑誌に、私がまさかね売れると思ってなかったから。確認のために自分の名前取ってるメンバーもいるよ。あー、なるほどね、撮ってみと見てもいいよね。ね、いいね。確かもモバメ330円か400円だってね。別に買えそう。でもあれさ、クレジットじゃん。クレジットで払うからさ、私まだ年齢的にクレジット持てないからさ、どうしよう。夏の研究生ツアーで会えるの楽しみです。私も楽しみにしてる、待ってます。そうなんだね、そうそう。で、何もらったの？梅をいっぱいもらった。配信見てたら心地よくて泣いてしまった。寝ないでよ、小梅。そう、嬉しいことにこんなにいただいてしまった。嬉しい。あー、これ見ただけで口の中使ってなってきた。趣味がピアノって知らなかった。いつか聞きたいな。弾きたい。今ね、実家帰ってきてるから、このね、この携帯の後ろ側にピアノ置いてある。ピアノね、弾きたい。男梅、そう、男梅。梅の味がすごいね。そう、よくさ、高校でもさ、私梅食べてて梅キャラだったからさ、よく分かってるよね、さすがすぎる。梅だらけ、ほんとよ、ほんとほんと、さすがすぎる、よく分かってるね。プロフィールの好きな食べ物カリカリ梅だもんね。そうなの、ほんとに梅好きで、私さすが友達ちゃん分かってらっしゃる。ほんとだ、ほんとほんと。もう名前、奥田梅子。こんばんは、こんばんは。友達ちゃんさすが、マイキーはガチ美人よ。ほんとね、友達はほんとだよね。
そう、友達はマイキューさん推しらしいです。え、マイキューさんにお話ししたいな、それ今日も笑顔チャーミング、ありがとう。あとね、私のその子じゃない他のお友達はなんかそう、同期の写真って言って見せた時に、その子はあの同期のね、ユーナ推しだった。その子はユーナ可愛いって言って、可愛いって言ってさ、そうお友達さんいい方や。そう、お友達すごいいい子ばっか。私の周りはね、みんな優しい子ばっかなの。イオンモールでも行ってきましたか？イオンは今日行ってないよ。雨何日ぐらい持ちそう？でもわかんない、岐阜におる間に食べちゃいそうな気がする。でもありがとう、ありがとう、それね。それ嬉しいね。いいね、男でも好きって一番早くお手紙送りしたいな。お手紙ね、私お手紙すごい好きだから、もらったら喜ぶよ。あと16分に、やばい時間ないね。35分に読むのであと7分後かな。ファンレター送れるようになったら送りたいね。送れるようになったらよかったら皆さん送ってください。いい子にはいい友達できるんだな。いい子かな。でもそう、今日そうお友達と会ってさ、なんか皆さんが上げてくださってる亀子さんの撮った写真とか、そういうの保存してくれてたりとか、そうなんかお披露目あったみたいだねとかさ、会いたかった踊ってたよねとかね、そう友達結構チェックしてくれてて、そう好きって思って。で友達の中にはモバビ撮ろうとしてた子もいた。でもその子もさ、同い年だからクレジットが持ってないからって言って、どうしようか迷ってるって言ってた。すぐに夏になるからいいのでは。確かにね、夏になるからいいよね。そう、アスカさんがモデルをしている服でございます。本当にアスカさんが着てる服いつも買ってしまう。そう38、38か、結構もう1ヶ月1週間ぐらいか。お披露目からもそんな経ったのね、早いね。何弟の出番よ、撮影。そう、明日以降も岐阜にいる間はそうお友達と遊んだり、明後日もお友達と遊ぶことになって、明日はあれかな、明日は家の周りを探検しようと思ってる。そう楽しみ。そうなのよ、岐阜でいろいろ思い出作りたいし、岐阜のお写真もあげるつもりなので、岐阜探偵の写真も後であげるつもりなので、よかったらモバメ待っててください。パパも岐阜ちゃん、パパも岐阜ちゃん、そう、パパもマンも岐阜出身。結婚してみやお、みやおこうちゃん、あとギュルンさん、ありがとうございます。結婚してありがとうございます。マクさんハートありがとう。待って、ギフトがさっき飛ばしちゃったんで読めてないのがあるかもしれない。これやんだね。清兄さん推しありがとう。ナスちゃんランプありがとう。読めたかな。ちょっと待って、変なとこ飛んでた。これでユーニャンが全国の皆さんに見つかっちゃう。どうだろうね。でもなんか私の夢はこうやって、今回は STU 3期としてさ14人で撮ってもらったんですけど、いつかね個人としてね、そう一人でもそういうところに出れるぐらい頑張りたいって思ってる。せっかく実家いるからパパにいる代全部出してもらおう。確かにおねだりしたらいいかな。おねだりしようかな。もばめ携帯会社払いもできるはず。そうなの。いいこと聞いたかも。梅が好きなんだね。そう、梅好きなの、めっちゃ好き。もうパパさんとママさんがママへ登録してるよ多分。でも多分しなかった。そう、無料のメールも受け取ってなかったから。そう、何それ教えてよって言ってたもん。いいね。ギフちゃんから梅ちゃんに。梅ちゃんもいいけどね。梅ちゃんは候補いなかったっけ。あ、梅ちゃんとは書いてないけど、梅ってあった。そういえば候補にギフちゃんの1個下5番目に梅っていう候補はあったね。初日ではないか、最初の方から梅好きなこと私言ってたんだ。そうなんだ。何、アイさんとのピアノコラボだね。ね、ピアノでいつかね連弾とかできたらいいよね。連弾いろんな曲を弾いてみたい。マクさんだるまありがとう。ゆうなかゆいなではなく、そうゆうなのこと可愛いって言った。うちは英雄決済でメール、なるほどね。
ああそうなんだ。ルイはともいえばだからギフちゃんがいい子だから友達もいい子なんだね。どうなんだろう。でもそうやって言ってもらえるのは嬉しいし、実際ね私の友達はみんないい子なの。そうなんか私が転校するってなった時も何人も泣いてくれる子もいたし、私が帰るとかって言うとね絶対会おうって言ってくれるし、そういい子ばっかなんだ。今日の配信もね多分ねたくさん見てくれてるはず。今日会ったお友達が今日誕生日じゃあ誕生日メール届いたかな。もうメールを取ってたらおめでとうございます、ひろっちさん誕生日おめでとう。おいくつになったんだろう。こんばんはこんばんは、ユニアだこんばんはこんばんは。岐阜ですね、岐阜仲間です。おー岐阜仲間、おー私も今岐阜です。久々の地元だし思いっきり楽しんで、ね、楽しむ。お土産何買ったの。お土産はねもみじまんじゅうとか、あとは広島ではないけど岡山のきびだんごとかそういうものを買って、今日そう高校のお友達に渡してきました。いっぱいいっぱい買ってったの。でも時間なくてあんまり量は買えなかった。徳島のひーくん、お花ありがとう。リフレッシュしたら研究生ツアーの練習が本格的に始まるのかな。多分そうだと思う。冬物さんハットありがとう。こんばんはこんばんは。もうね私早くもさ、そう同期とはほぼ毎日会ってるわけだからさ、なんか同期と会わないこのなんか不思議な感じ、ちょっと寂しくも感じる。同期とそう今日会ってないからいつも会うのが普通だったからさ、やっぱり寂しいの。岐阜県は何さとサイト道山か、奥田ゆいなのイメージしかない。奥田のゆいなのイメージをもっとじゃあ大きくしたいな。こんばんはこんばんは。ユニアのソログラビアみたいな、そうユニアもソロでいつかね雑誌とか出てみたいって思う。そうちなみに私がそのさっきフラッシュさん買ったことあるって言って、そのフラッシュ買ったのは私の推しの乃木坂46さんの井上凪ちゃんがセンターの時にそう買わせていただきました。お仕事につながることもあるので親御さんに頼んでお金使わせてもらう方がいい。あなるほどね。でもごめんね、自分の確認にも取りたいって思う。それはおにぎりの具も梅がいいの、梅好き。そうへえまたお父さんがグラビアは父が買い占めますって送ってきたらしいよ。おにぎりの具も梅ね買う。梅おにぎりの具も梅よく買う。梅以外だとしぐれとかを買う。徳島のひーくん、徳島のひーくんなんだっけ、風呂敷？風呂敷ありがとうございます。やばいもう35になっちゃう、32、あちょっと時間の差が。こんばんはこんばんは。25個も名前候補あったからすごい候補がいくつかね。レジェンドバタフライだとかタコのつかみどりちゃんだとかね、不思議なのがいっぱいある。おにぎりの具で一番好きな梅かな。でも梅よく食べる、わかんない、一番かもしれない。めっちゃ好き。ゆいにゃんのパパとママのモバイアいつ始まるのかなすごいね、そんな始まったらねあれだよね、伝説よね。メンバーではなくメンバーの父母がするモバメという、謎いね。父母に撮ってもらった写真をあげることあると思う。おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとうです。きびだんごでお泊まりするつもりですかいやお友達を お友達とお供、ちょっとなんかお供にはしない、お友達、お友達みんな一個でね。冬物さん結婚してありがとう。結婚してここだね、指輪。岐阜の都会の方かな、岐阜のどこでしょう、内緒ですこんばんはこんばんは。はい、東京さん信長前に岐阜を治めてた人。あそうなんだ、へえそうなのね。 BNT とかでそういうグラビア着たいね、いつかグラビア一人でねしてみたい。ユイニャンパパがユイニャンのトップオーターすぎるTO ってやつだね、トップオーター TO グラビア買い占める。多分ね岐阜県内の私が初めて表紙になったとかの雑誌は多分岐阜県内は買えない、愛知も買えないかもしれない、三重とか滋賀のあたりもダメかな。とりあえず岐阜の中部の辺はちょっと買えないと思っててください。お父さんが買い占めちゃうんで買いたい方は中部以外で。あーやばい時間だ、そろそろランキング読みますね、いきます。あ今日もそういえばあれがない、トコ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 がない、いきます。16位、徳島のひーくんありがとうございます。次が15位、ラベンダーさんありがとうございます。
次が14位、なるみアットさぬきうどん大学卒さん、ありがとうございます。次が13位、たかしアットつまみさん、ありがとうございます。つまみがどんどん増える。次が12位、スプマッテさん、ありがとうございます。猫ちゃんついてる。次が11位、長川さん、ありがとうございます。ここからトップ10に入ります。いきます。10位、フォーティエットさん、ありがとうございます。次が9位、ザッキーさん、ありがとうございます。次が8位、キヨ兄さん、ありがとうございます。次が、7位、トラサボさん、ありがとうございます。次が6位、タマアットつまみさん、ありがとうございます。次が、5位、ヤオトンアットつまみさん、ありがとうございます。じゃあ次、4位、うまちゃん、お友達にもよろしくお伝えください。アンドヤミーズ&つまみさん、ありがとうございます。友達に伝えておきます。中村まゆさん推しね。お母さん、うちのお母さんも中村まゆさん推しだよ。私の周りはまゆさん推しが多いみたい。マイキューさん推し多いんだね。じゃあトップ3に入ります。3位、ラスちゃん、ありがとうございます。次が2位、ヤマシンさん、ありがとうございます。じゃあ今日の1位発表します。ではいきます。はい、今日の配信1位はタオさん、あとつまおつまみついて、おつまみついてなかった、あと呼ぶ、おつまみって言いたくなる。はい、今日の1位はタオさん、あとこれから毎日ゆいにゃへお返事します。ありがとう、タオさん、ありがとう。1位、ありがとうございます。今ね、お父さんから、ゆいにゃパパは断然ゆいな派でしてきた。お母さんは単を、お母さんには、お父さんは単をしてらしい。なるみさん、なるみさん、星6つ、ありがとうございます。マクさん、ハートありがとうございます。冬淵さん、ハートありがとうございます。やばい、40短い、もういい、45までやる。こうやっていつもね、伸ばしちゃうの。お父さん楽しそう、お父さん楽しなのよ、素敵な冬淵。パパが強すぎるね。パパは一番のファンだな。パパにおもろいな。そう、パパにおもろいよ。45までしちゃう、どうする。してほしい人手あげて、してほしい人してほしい人手あげて、いっぱい手が上がったらやっちゃおうかな。45までしてほしい、細いパワーさんをします。私は1番にしてね。こんばんは。写真集が出るもんなら、写真集出たら お父さん多分気絶しちゃう。パパさんに勝てない。パパさんにはみんな勝てないらしい。ちなみに今日お迎えもお父さんに来てもらったんだ。あ、すごい手がいっぱい上がってる。じゃあしちゃおう。45までモバメを45に割って、45ぴったりぐらいにもらおうかな。そう、モバメがね、そう、私まだそう考えるの上手じゃないからさ、そうだからちょっと時間がかかっちゃうんだ。はーいって、じゃあする購入する。ありがとう、待ってます。珍しいね、やっぱり私メイクしてんの、自分でも不思議な感じあるもん。で、ここに昨日できたニキビちゃんがいる。ここは絆創膏、これは梅、これは小梅。ギフちゃん、どう？ギフちゃん、なんかさ、あれ、今日高校のお友達に会ったら結構ね、みんなに痩せたって言われた。ちょっと垢抜けたねって言われた。なんかコートっていうか、上に上着着てたんだけど、その上からなんて言うんだ、腕を組んだ時に細ってめっちゃ言われた。そうだから多分オーディションの配信中よりもだいぶ痩せたと思う。結構痩せたって言われた、嬉しい。まだ目標体重には達してないけど頑張る。ヨタさん、姫ありがとう。
痩せてると思う。おお、痩せてる、よかった。ゆうちゃんらしい。そう、ゆうちゃん。誰か比較とかできないかな。誰かぜひあげてください。私がこうやって多分持ってたから、こうかな。なんか髪の毛が後ろ引っかかってるみたい。リフちゃんです。でもなんかやっぱり見た目はちょっと大人っぽくなったけど中身変わってないねって言われた。もう頑張った成果出てるね。ね、2ヶ月前までだったから高校通ってたのが2ヶ月で、でも変わったって思ってもらえるならね、よかった。レッスンしてたから痩せたんだろうね。そう、レッスンね。そうだね、今までそんな部活も高校入ってなかったからレッスンしてるっていうのは大きいと思う。サラダチキンの効果出てきましたね。ね、そう、体重自体はそんなにめっちゃ変わったわけじゃないから、多分食べるものとかで肉のつき方が変わったのかなとも思う。リアルユニは細かった。よかった、よかった。でも、もうちょい痩せたいと思う。ギルちゃん、そう、ギルちゃんって名前本当にいいわね。ギルちゃん。やっぱギフちゃんってね、私も本当しっくりくるし、今日そのお友達に会った時もギフちゃんとも呼ばれたよ。そう、いつもユニは大天使。よかった、大天使だって。何、家族にもギフちゃんって呼ばれているの？家族は普通にユイナーが多いかな。ユイナ、たまにユイニャーって呼ばれる。中身はずっと今のユイニャーがいいし好き。多分ね、ずっとこのままだと思う。自宅だとお噂のハンドクリームできるかな。昨日お母さんがちょっとクリーム買ってかなくていいのって言ってた。レジに着いた後だったからちょっと買えなかったけど、多分どっかでするはず。スクショ逃した。やばい。実際見た方が可愛かった。よかった、スクショ逃したならもう一回。ギフちゃん。あとね、笑顔変わってないって言われた。私でもね、オーディション中の写真見て変わってないなって思う、笑顔は。体重は減らさないとね。そうなのよ、そう、体重は減らす、これから頑張る。笑顔の素晴らしさは変わらなかった。岐阜のテレビ局感あって呼びやすいね。呼びやすいよね、ギフちゃんってあるもんね。ギフちゃんって名前のイメージがやっぱ強いね。ね、ぽいよね、やっぱそうだよね。友達と話してる時はギフちゃんって言ってる。あ、そうなんだ、ギフちゃん呼びね。やっぱギフちゃんね、覚えやすすぎるよね。お母さん分かってるね、分かりすぎてる、本当に。ユニャンとギフちゃんどっちが好き？どっちも好きなの、本当に。だからギフちゃんが好きって方はギフちゃんで呼んでもらって、ユニャンが好きって方はユニャンって呼んでください。基本公式ニックネームはユニャンで行くつもりだけど、ギフちゃんも全然 OK、 嬉しいよ。ママの登場も密かになってますよ、だって。多分お母さん今も見てる。こんばんは、こんばんは。ゆうちゃんのイメージ強い。あー、やっぱりそうなんだ。スクショタイムありがとう。こちらこそありがとう。45分だね。あ、本当だ、45分になったってことで、この後モバメも送るのでそろそろ終わります。やばい、近づくと髪のモワモワが見えちゃう。そんな可愛い笑顔ならもうソログラミア OK よ。オッケーかな。オッケー。オッチェー。オッチェー。サッチーのオッチェー。サッチーはオッケーじゃないよ。オッチェーっていうの。しかも手もね、こうじゃない。こうなの。オッチェー。じゃあ、この辺で配信終わろうと思います。また来るね。ありがとう。モバメこの後も送るんで、楽しみにしててください。では、終わります。あー、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お疲れ、ありがとう。ではまたおやすみです。明日おはよう、おはようメールも送るので待っててください。オッケー、じゃあねー。